はじめゲームシェア、バイテオチャンネル。どっかで聞いたことある言い回しやな。そんなことはね、マイペンライなんですよ。いやいや、ますます似てるから。とりあえず、ドンマン空港着いたから。まあ、行こうか。はい、行きましょうか。だからタクシー乗って、映画前まで移動するから。はい。行こう。とりあえず、今からタクシーに乗って BTS の映画前まで移動するけど、俺タイのタクシーでメーター使ってくれって言っても絶対メーター使ってもらったことないねん。ほう、そうなの。そうやねん。でもこの前俺ある YouTube 見て、 YouTube ね、タイ在住の超有名 YouTuber の超有名 YouTuber、 それはタクシーに乗れるときに使えるメーターを使ってもらえる魔法の言葉があると。ほう、そう。で俺はそれがほんまに使えるのかどうかちょっとやってみたいから。ほう、その魔法の言葉を言うとメーター使ってもらえるらしいから。ほんまに書ける？いいよ、俺はもうその YouTuber 尊敬してるから使ってもらえると思うから、俺はもうその言葉でメーター使ってもらえると思うから、俺はじゃあもうそれメーター使ってもらえる方にかけるわ。ほな、使ってもらわれへんかったら俺の払いでタクシー代、ほら使ってもらったらエカ前までのタクシー代は俺持ちで、それでいこう。 OK、 いきましょう。目的地。ほな今回は俺はイクンがエカマやから、はい、エカマイ。おーおーおーおお、これだけでメーター使ってもらえるらしいから行きましょう。楽しみやな、ほんまに使ってもらえるかどうか。え、マイク使ってもらったらすごいね。そうやね、行きましょう。使ってくれた電子メーター使ってくれたな。ってことは俺のお支払いで、ってことはもうこの検証できたね。使ってもらえるということで、使ってもらえる、はい、目的地で、その某 YouTuber のおかげで。さすがやな。お支払い取ってなかった、取ってなかったら200、まあいいんちゃうから。ええのこれ、動画的に、動画的にはでも200バーツ出しょ。
空港手数料込みて、まあ、300いかないぐらい。まあ、とりあえずエカマイ到着。まあこれ、まあ某有名 YouTuber ってまあ DJ チャンネルやねんけどな。言っちゃうんや、某の意味ねえじゃん。いやでもほんまに使ってもらえると思わへんかったわ。まあなトータルで211バーツやったから、で、なんかあれやろ、空港の手数料ね、手数料みたいなんで50バーツ取られたから261バーツドムアンから BTS のエカ前までメーター使ってもらったら261バーツでいけたから、まあよかったんじゃん。俺ツアンダプームからとかやったら400とか500バーツ取られるからな、いつもメーター使ってもらうと。ということでまあ今回は初心者でも DJ の魔法の言葉を使ったらメーター使ってもらえるってことが分かったから、どうやって落とすこれもって。どうやって落とすの。おう、やだ。そう、とりあえず魔法の言葉でパイ目的地、これでメーター使ってもらえるから、まあこれから初心者の俺らでもできたから、まあまだタイに来た時はタクシー乗る時はそういう風に英語で言わんと、パイ目的地で言ったら多分メーター使ってもらえる確率が上がると思うから、うん、みんなもぜひやってくれよ。まあこれ TJ のおかげやねんけどな。